よっ、嬉しい、恥ずかしい、美しい、どうも、レインボー池田です。今日はですね、今ちょっといつもと雰囲気違うんですけど、劇場に来ています。今日はちょっと前ね、カラコンつけて劇場行ってみたっていうのをやったんですけど、それの第2弾つけまして劇場来てみた、これやってみたいと思います。今はこんな感じ。はい、まつげは自慢です。まつげ毛深、お前まつげ毛深、なんか重い言葉ですね。なんですけど、これまず下まつげ、コージー 3D アイズアイラッシュ、いつまでたってもならないですね、カタカナ読むの。コージー 3D アイズアイラッシュ、01の U エアリーアクセント、わざと難ししてるってぐらい難しいです。上これ目尻とかちょっとナチュラルっぽい感じ、ロラさんのこっちがつけて D アップアイラッシュ、段階をみんなね今ランチ食べに行ってるんで、その間に行きましょう。はい、行っていきましょう。まず今回使うのりが、D アップアイラッシュグルースーパーハード。 D アップなんかよう使いますよね、これなんか素早くつけられるやつを、つけていきます。はい、あんまりね、劇場で女の子役やるときとかはあんまりつけまつげをつけずにやっています。はい、つけまつげのもともと入ってるのりあんまつけないっていうあるあるみたいな。何これ、ちょっと違うんかな、目に馴染みやすいためにアイラッシュの両端を、おお、下まつげ俺初めてっすね、つけるの。両端を、まあ、やる、そうなんや。最初はさ、つけますんの怖かった、怖かった。おお、初下まつげ。これはバレる、やばい。急遽作戦変更。ちょっと下まつげ、さすがにバレるわ。なんか、キュッてなって、まあ、もうちょっと短くすればいいかもしれないですけど、ちょっとキュッてなってバレバレそうなんで、ちょっと上からいきます、作戦変更、すいません。D アップアイラッシュ、大人のナチュラルまつげ誕生、ナチュラル、これはバレないし、バレーんじゃん。うわー、なんか緊張する。なんかさ、女子高生とかが先生にバレーようにメイクするみたいな感じする。パッと見分からないですよね。よし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 、これ大丈夫や、バレずに。おお、今回いるのが女性芸人さんが、日向さんっていう4年先輩の芸人さん、まあおしゃれなんで日向さんには下まつげはバレると思うけど、これがね俺バレへんと思うで、あと筋肉マッチョの青山さん、ネルソンっていうトリオの筋肉マッチョの青山さんはマジで何も気づかない、いました、はい、どうでしょう、なんかこう見たらちょっとすぐ分かってしまいそうな感じはするんですけど、あんま分からへんということで、一旦これで行ってきます。1分、1分話せたらクリアとしましょう。ちょっと動画回すと1分話していきます。どう、分かる、分からんくない、これやったら分からんよね。これで一旦突撃してきます。よし、行くぞ。青山さん発見。青山さん、ちょっとだけ YouTube いいですか。ちょっとだけ YouTube いいですか。マッチョな青山さんにですね、はい、ちょっとこういう風に出したらもうちょっと筋肉つくよみたいなこと聞きたくて。筋肉、なんかお腹が気になってるんですよ。お腹をどうしたら、なんか一日これだけやっとけみたいな、青山師匠にお伺いしたいなと思って。今ちょっと出てるんですよ。ああ。はい。あ、でも、スベスベしてるね。そこじゃないよ。あ、そこじゃないです。え？お腹がちょっと出てきた、それで、スベスベのところ。確かに、あ、ちょっと。はい。いや、でもすごいスベスベしてる。そこじゃないよ。スベスベ僕気になってるわけじゃないんです。あ、そう。はい、いいな、まあ、まあ痩せるのかな、俺は食事制限で痩せる人あんまり認めてないから、はい、認めてないんだ。うん、僕めちゃくちゃ食事制限も頑張ろうと思ってました。食事制限、運動してやっぱ痩せないと。そっか、いい腹筋のやり方みたいなのないんですけどね。足上げとかじゃない。足上げですか。あ、だからこういうのはいいよね、こうだから、こっち上げるっていうよりも足引き上げる、こう足、足、こっち上げなくていい、
これ結構ありがとうございます。ちょっと劇場のいろんな人からのトレーニング法を聞いて、うん、ちょっと劇場トレーニング法っていうのをちょっと北山さんの、あ、はい、まあ、いっぱいあるけどね、今この場で簡単にやるとこれこうやってね、あ親指やん、すごっ、親指で立ってますやん。ちょっとニコニコライブ、うん、筋トレ、うん、使っていきます、うん、いや、お前なんかメイクしてない？なあお前なんかまつげお前くるんってなってんじゃん、おいなあ決めつめてたんですか？お前まつげくるんってなってるじゃん。決めつ、おはよう、おはようございます。皆さん、ニコニコライブ、うん、ニコニコライブ筋トレを作ってまして、うん、いいですか、おしゃれ番長、ニコニコライブ筋トレを作ってまして、ニコニコライブ筋トレ、はい、今青山さんに、うん、腹筋をもらいまして、腹筋をもらった、なんかスクワット的な、なんか日向なりのちょっとした筋トレあったりしますか？はい、筋トレか、はい、ちょっと一緒、筋トレか、日向なり筋トレあったりします。でもやっぱ、はい、まあそのトレーニングとかでよく言われてるのがさ、いやアイライン気になるな、なんなんそのワンツリーちょっとつけてるよな。メイクしてんだろって言われました。じゃあちょっと下まつげつけて、よし、ついた、ついた、下まつげ、はあ、結構格闘しますけど、つきました、行ってきます、ほぼね、ニコニコ、はい、ライブダンスをニコニコだと今日は作ろうと思いまして、あ、なるほど、はい、一応、はい、青山さんからは筋肉、腹筋もらって、ひなさんからわーみたいな、はいはいはい、地域からちょっと柔道系をもらいたいな。なるほど、柔道系もらって、でみんなのジャンボはジャンボポーズ、動きってこと、動き、巴投げポーズ、ちょっと見ていい、1,2,3 巴投げ、女の子できない、あ、そうか、ちょっとあ、じゃあ、足払い、足払い、こういう、あ、いいね、足払い、ステップ踏み合う、足払い、ちょっと足払い、いいね、それにするわ。え、仲間は、お、西田、西田さんがニコ、西田ニコニコライブダンス作った、ニコニコライブダンス、うん、彼女も結構動ける、一緒にだってやってみます、そうか、そうか、撮りましょうか、せっかくだから、お、いいのね、なんか、アライさんが腹筋もらって、はい、ひなさんから、ひなたさんから何もらったんですか、家に、あ、家に、なるほどね、西田っぽさが出るよね。あ、じゃあこれで、あ、ニコニコに、ニコニコニハ、あ、いいね、ニコニコやし、頭、あ、ニコニコ遊びにおいでみたいな感じから始まってニコニコに、途中でニコニコ遊びにおいでニコニコニハをで、アーナさんの腹筋、めちゃくちゃ平和なダンス、足払い、足払い、足払い、ジャンボの洗剤、ジャンボの洗剤、はい、どこ行くんだ、おー、真夏、あー、おむすび、あ、途中ちょっとガッと入社するか、うん、今、ジャンボとネタ合わせをしたんですけど気づかずにということで、まあ逆にもうメイクをしてると思ってるっていう説がありますね、はい、なんかどっちもつけた方がバランスはいいような気がしてきました。みんなおいでよニコニコニーハオーで、あ、やっぱその腹筋にしますか、腹筋、刺激の足払い、刺激の足払い、ジャンボの洗剤、ジャンボの洗剤、ひなたの終わり、ひなたの終わり、みんな起きてるように、これでみんな起きて
けていく。どっかでやるとか。あ、そうやった。それ作っとったんですね。ありがとう。じゃあ先行公開してもらえたけど、ありがたい。ありがとうございます。え？違うんです。違うんです。ほんまは違うんです。ほんまは違うんです。ほんまは違うんです。はい。いやね。どうしたの？ほんまはつけましてんの気づいてほしかったんです。ずっとしてるやろ。それナチュラルやな、それ。目尻だけのやつ。目尻だけと上もつけてます。あ、下？下もつけてます。ほんまや。あ、アイライン消えた？いや、アイラインじゃないかったです。最初からつけます。あ、つけまでアイラインみたいな。1回目ひなねに会いに来た時は目尻だけでした。うん、2回目から先ずっと楽屋で1時間ぐらいは下脇もつけてましたが、あのなんか言うてもらわなかったか。え、ごめん。ほんまダンス作りたくなかった。でもできてもだ、みんなにできてたし、はい、完成度高すぎて、はい、まさかそれのことやと思わなかった、はい、みんなにいろいろ気づいてもらおうと、うん、一生懸命目とか見てたら、うん、みんなすごい真面目にダンスの案くれるから、うん、できてまいりました。あ、最初からそうやったの、はい、ありがとうございます。どういたしまして。お世話になりました。ジャンボはネタ合わせ5分で頑張ってきてます。いや、いつものことや、化粧してることなんて。お待たせしました。ありがとうございます。ひなねは最初気づいてました。何言ってるやん。うん、なんか、まつげも言ってた気がします。助かりました。とんでもないです。ひなねちゃんでもらいますかね。ひなねちゃん、そんなお姉。ひなねの服、違うか。あ、これは普通の私の私服です。ひなねも服出しました。はい。よろしくお願いします。ひなたのチャンネルも見てきてください。見てください。バイバイ。めっちゃ思わない顔してもらった。すいません、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ニコニコだ。